はい、それではボーナス中の打ち方、はい、行ってみたいと思います、はい、どうぞ。はい、そして確定画面出ましたね、はい、この時ね、小ネタがあります。かなり枚数的に得できる小ネタ、別途ボタン連打してみましょう。はいはい、お、なんとなんと成立しているボーナスが表示されるんですね。ありがたい、うん、これはあのボーナス成立後のコインロスを防ぐという意味ではね、ぜひぜひ実行していただきたい。そうですね、小ネタですね。はい、といったわけで赤7ビッグ、はい、決まりだ、出撃。はい、はい、ビッグボーナス中ですね。ビッグを選びます。はい、まあ、演出なんですけども、演出と BGM を選びます、はい、まず本作から採用されてますけども、このピースビッグ聞いてみましょうか。はい、行くぞ。この荘厳な BGM がこれ何とも言えないんですよね、これねこれ今作から採用された BGM なんですよね。はい、でですね、ボーナスの打ち方、こちらは適当打ちで OK です。はい、なのでひたすらこの BGM と演出に酔いしれてもらうと。ボーナスのですね、純増枚数がですね、前作のスカイラブよりパワーアップしてるんですよ。30枚アップしました。結構違いますね、30枚。前作がだいたい270枚ぐらいだと思うんですけども、はい、今回が純増300枚。RT 搭載機としてはかなり普通の枚数的にも、うん、多い方じゃないかなと思いますね。はい、はい、といった感じで、ビッグ中適当打ちするだけで一律純増300枚と、はい、毎回取れるようになってます。はい、そしてこちらがデーモンビッグになりますね。はい、ピースビッグとは一手変わって。ロック調のBGM になってますこれ前作のアーティストと実は同じアーティストが歌ったりするので、前作にもね、このロック調のロックなテイストの BGM 用意されたんですけども、私的にはロックの方がいい。こっちもいいですかこれはもう好みに合わせて自由に選択していただけるとよろしいんじゃないかと。はい、そしてレグ中の打ち方、はいはい、ポイントがございます。おい、スイカを2回獲得すること、はい、すると最大獲得枚数が得られるという形になっているので、スイカを2回取りたいんですけども、打ち方ですね、はい、まず中リールに青7狙います。次いで左リール上中段に青7、2コマ目押しになりますね。はい、上手ですね。はい、この手順でスイカを2回取ると、はい、あともう1回。はい、お見事。これで2回取って OK なんですけれども、はい、一つね、注意点、左リールに赤7、これ中段にビタ押ししちゃうと、はい、実はもうスイカしか取らなくなっちゃうんですよ。なのでスイカ3回以上取らないために、はい、左リールは赤7を避けて、そうですね、このバーら辺でも見やすいところでいいと思うんですけども、はい、何しろ赤7を避けて消化しきると。よし、みんな行くぞ。はい、といったわけですね、レグ中、はい、スイカを2回獲得して残りのゲームを一律12枚全部12枚取り切ることができれば、はい、最大獲得枚数ですね、106枚ゲットで言います。はい、はい。